だからやっぱり DDT のビッグマッチには、はい、そういったこう関係のない試合出てない人を、まず、誰がいいですかね。やっぱ澤田さんじゃないですか。澤田さんいるといいですね。当時澤田さんを、当時澤田ジュリーをやっぱり呼んでね、試合はないけども。試合ないけど、あの計算して。で、こう試合出る前にちょっとこう呪文とか覚えてないと思うんですね。あとバックステージでいろんな、まあ、レジェンドレスラーとかいらっしゃったと思うんですけど、はい、どんな方に会いました？いやー、ね、やっぱり僕ね、その1999年か、はい、1999年に大仁田工業で、はい、後楽ホールでドクター・ルーサー、いやいや、もうツイッターで見ましたよ、はい、そうドクター・ルーサー、ハンニバル組みたい、はい、高木さんちと上田勝純組すごい、もう夢のカードじゃないですか。夢っていうか、もう僕はもうこれどうなんのかな、これは、はい、その時にやってて、ドクター・ルーサーって、はい、まあ、今試合も出てたんですけども、うん、今結構裏方としてもドクター・ルーサーさんがまだレスリングに関わってるってこと関わってるんですよ。そんなタイプじゃなかったんですけどね、会議派でね、クリス・ジェリコさんのつながりで、はい、呼んだみたいですよ。あ、だからやっぱ FMW のつながりっていうのはすごいなと思って。なるほど。だから本当にこういうのって大事だなと思って、はい、やっぱこうなんか何かとそういうのをちょっと大事にするって必要だなと思って、うん、そうですね。ドクター・ルーサーさんが AW で、はい、クリス・ジェリコさんでと一緒に仕事しててすごいいい話じゃないですか、はい、だからやっぱりそういうのはね、デブ・ルーサーとしてナイス・ミーチューズ、はい、僕は20年前にあの試合したんだって言って、うん、これ見てくれって言って、よくあの動画ありましたね。あれはね、はい、ものをまあ、撮って、自分で勝手に編集して、ちょっと一部分をみたいな、うん、よくやるんですけど、はい、で、見せたら、うん、おーってなって、はい、分かる、覚えてるって言って、椅子でぶん殴ってごめんねみたいな、確かにぶん殴られたんですけど、で、ぶん殴ってごめんねみたいな、はい、そう、じゃあリマッチしようって言って、うわー、そう、リマッチ、後楽園でリマッチ、いや、もう見たいですよ、呼んでください、ちょっと俺もうドクター・ルーサー対、めちゃめちゃ見たいですよ、僕らの世代が、そうっすよ、ね、めっちゃもう見たいです、それ、いやー、あとは、はい、どんなレジェンドいらっしゃいました？いや、でもね、もちろんそれは先ほどの、うん、まあ、ジェイコさんとかもだし、はい、まあ、ソフトウェアもだからバックステージに出るとか、ソフトウェアブライアン・ダニエルソンとか、はいはいはい、セザー、クラウド・カステラとか、うんうん、もう今、まあ、レジェンドっていうか、はい、まあ、スーパースターですよね、スーパースターとかいっぱいいたんですけど、本当にうろうろしてたんですよ、あの格好で、でかくて、はいはい、だからこの人は、わかんないですよ、現場の雰囲気を和らげるために、ジェイク・ロスさんはわざとうろうろしてるのかなみたいな、そういう役割の人を雇ってるのかもしれないですよね。だからもう本当に3つぐらいショーあったんですけど、はい、だからダイナマイト、ランページ、ペーパービューで古着当たったんですけど、ジェイク・ロバースさん全部にいて、はい、全部ロールしましたね。まあでもジェイク・ロバースさんがいるだけで選手も安心するのかもしれないですね。癒してほしいです。なんかあったら相談してみたいな。だからやっぱ DDT のビッグマッチには、はい、そうやってこう関係のない試合出てない人を、まずと呼ぶ。誰がいいですかね。やっぱ澤田さんじゃないですか。澤田さんいるといいですね。はい、ポジ澤田さんを、ポジ澤田ジュリーをやっぱり呼んでね。試合はないけども。試合ないけど、あれでもさせたいです。で、こう試合出る前にちょっとこう呪文とか覚えてないと思ってね。そう。呪文お願いしますって言って。いいかもしれないですね。結構ね、レジェンドの人とか、あとまあ、向こうで、やっぱり今、DDT にかつて出てて、うん、そうですね、向こうで活躍した人、うん、結構いたんですけど、はい、イーサン・ページとか、イーサン・ページ、はい、サミー・ゲバラ、うん、あとリッキー・スタークスがそうなんですけど、はい、彼らに会えたら嬉しかったですね。そうですね、コロナ前は、ね、DDT 結構外人さん呼んでましたからね。で、やっぱりイーサンもそうだし、はい、リッキーもサミーもそうなんですけど、うん、本当 DDT でのキャリアが今に役に立ってる、うん、嬉しいですね。いや嬉しかった、うん、とにかく日本に来れた時の思い出は本当忘れられない、うん、なるほど。またチャンスがあったら呼んでほしいみたいな、呼びたいなと思って、呼びたいですよね、うん、みんないいやつでしたよね、サミーもリキスタークスも、いやリキスタークスはやっぱ一番ね、はい、本当になんか出世しましたよね、ましたよね本当に平田とかとなんか試合してるイメージがあったそうだったし、はい、呼んだ時点ではそこまでアメリカでそんなにね有名なレスラーではなかったですからね、まだ。でもそれこそサイクマイクと、はい、リッキー・スタークスはちょうど同時期に来たじゃないですか。そうですね、で同時期に来て同時の、まあ、売り込みみたいな感じだったんですよ、はい、で呼んだんですけど、うん、そもそも僕その2人がタッグチームだと思ってたんです、うん、でタッグ屋だろうと思ってずっとタッグ回してたんですけど、はい、いまいちしっくりきてなくて、うん、なんだこいつら大丈夫とか思ったら、うん、
最後の方の最後になって、うん、俺たちタッグチームじゃないんだって言ってシングルプレイヤーだって言われて、ああそうなんだっつって、はい、まあ、そうなりましたね、はい、だリッキー・スタークスとそのマイク・スタークマークとはどっかで飯食いに行ってますね。うん、はあはあ、リッキー・スタークスはお尻出したりしてましたよね。お尻出したりしてました、ね、はいはい、いいやつでしたもん。だからいろんなレスラーから売り込みとかありました。売り込みは女子とかもいると思いますけど、売り込みはね、はい、売り込みまでもあったはあったっすけど、うん、まあ本当に社交辞令みたいな感じですね。あ、日本また行きたいんだよねみたいなとか、日本で俺試合してみたいんだみたいなことは結構やっぱりいましたね、うん、そう、みんないい人ばっかりですか、やっぱり。で何人か、はい、おって思う人もいて、うん、で本人もなんか行きたいなみたいなことで、ひょっとしたら呼ぶかも。じゃあ今後に期待というところですね。そうですね。誰というかちょっとね、言わないといけますけども。はい。はい、さて、はい、じゃあ、まあ、今後のちょっと AEW と DDT の関係性についてお聞きしたいんですけども、うん、まあ、なんといっても、まあ、DDT と AEW をつないでくれたのは、ケニー・オメガ。そうですね、ケニー。ケニーにももちろん会いましたよね。会いました、会いました。はい。ケニーがなんか、まあ、1月4日に某団体に出るみたいなんですけども、あ、でもね、それもね、結局あのペーパービュー、はい、もう終わった直後、まあ、日本時間だと、うん、有明でね、うん、新日本とスターダムの合同コンビやったんで、はいはい、そこでボンって発表されたじゃないですか、うん、だから割となんかその前に、まあ、自分のケニーと写真撮って、はい、うん、マップして、でなんか新日本さんのその発表があって、うん、もうなんかあのケニーもケニーで、またコロナ前にね、うん、戻ろうとしてるなみたいなのがありましたけどね、うん、はい、まあ、全然でもあるんじゃないですか、まあ、はい、まあ、だからといって、まあ、ケニーが DDT 出なくなるとかそういうわけでもないし、今後、まあ、AEW との関係が続いていくっていうことですよね。はい、と思うんですけどね、はい、まあ、ちょっとそのね、うちの団体のことじゃないんで、はい、まあ、あんまりちょっと話したくないので。なるほど、すいません。極秘を貫きたいと思います。分かりました、はい、はい、さて、はい、結構ダダダダッといろいろ話を聞きましたけども、はい、なんかちょっとこれ話しておきたいみたいな、はい、ありますか。すごかったですね。規模感もそうだったし、うん、まあ、衣装というか裏方のスタッフさんの規模がすごいすごかったですね。300人ぐらいで出てきて、はい、ビッグマ、もちろんビッグマッチなんでしょうけども、トレーラー、はい、あのトラック、はい、4トントラックも15台ぐらいあるって言ってて、はい、それに全部に AEW のスーパースターたちのペイントが3億で、15台ぐらいあって、でもう全部そうですね。でスタッフが300人ぐらいいるって言ってて、もう何から何までちょっと規模が違いますね。違うんですね。全てを外注してないって言ってました。外注してない、はい、自社でだからもうびっくりしちゃった、その規模感が。とんでもないですね。とんでもないですね。もう一大王国ですよ。おおお、本当に。だからもうそういう映像周り、ヘアメイク衣装とか、うん、大会演出とか機材とか、はい、全部ですね。その人たちが全員自社なんですよね。だからこれすごいなと思って、それはもう多分今の日本団体で真似できるところは、うん、現代では多分ないと思うんですけど、そうですね、DDT としてもそういうところをやっぱちょっと見ていきたいよなっていうのはやっぱ思いましたね。まあまあ、はい、だからとにかく規模感が、そういった、だからやっぱ秋山さんとかも初めてじゃないですか、うん、竹下も前にあるですね、行ったんで撮ってあったらしいですけど、うん、ちょっと会員スタジオみたいなのを作ってて、はい、そこでパシパシ写真撮ったりとかして、それがもう自社まで賄えるってことなんですね、スタジオは。すごいですよ。アメリカってそもそも、うん、まあ、やっぱりその彼らはやっぱり、まあ、今東海岸での活動が多いといっても結構州またいでの行動とかが多いんで、うん、はい、割となんですかね、本当移動が結構すごい、うん、あのハードなんですけど、うんうん、でレスラーも多分契約してる選手は、うん、多分100人以上、全部呼んでるんですよ。出ない選手も含めて、含めて、そうだから一つの賞でやっぱ7、80人ぐらい出るらしいですけど、はい、出ない選手も全部呼ぶんですよ。ほう、すごいなと思って、もう何かあった時のためにってとりあえず、いやー、わかんないです。だからその何のためかわかんないですけど、所属の部は全員呼ぶって。そうそう、なるほど、所属って書いてあるじゃないですか。あ、なるほど、契約なんですね。そう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 、あ、そ
そうだからね、すごいもう、なんて言ったらいいんだろう、突然現れた本当に一大レスリングウォークみたいな感じでしたね。だからこれは本当に本気で WW を超えようとしてるんだなっていうのは思いました。今後が非常に気になるところですよね。そうっすね。 AW と DDT、まあ、まずは僕がね、はい、あのやっぱりあの3回目の渡米をして、はい、まあ、やっぱり今度はコッシュを持ってって、はい、まずケータリングに陣取ってアスパラガス食べて、アスパラガス食べて、はい、で、こう、なんていうんですかね、試合に呼ばれるのを待つみたいな感じかなと、ちょっと俺いつでも行けるよ、俺いつでも行けるみたいな。で、そのうちにね、ちゃんとこう、なんかこう三勝たるイーズオールウェイとリカーさんに発表してもらえるみたいな。いやでも、見たいですよ、高木さんが AW で戦う姿、ほんと見たいな。いや、もう本当に、あの、何でもありますよ何でもありますよ本当に。なんかあのね、はい、プレイヤーとしてのね、はい、欲がね、増しました。あ、いいことですね。やっぱり、まあ、ここ最近は、うん、やっぱりそのなんかこう、更新をね、どんどん育ってきて、はい、まあ、秋山さんが50代で頑張ってますけど、はい、まあ、でも俺はもうね、やっぱ経営にちょっと勤しんで、うん、もうやっぱりみんなをこう、裏からね、うん、バックアップしようかなみたいな、うん、な気持ちだったんですけど、うん、いや、あれを見て、うん、トニー・カーンさんのあのアグレッシブな姿と、うん、もう本当にエネルギーなのを見て、うん、これはもう俺がやらなきゃダメだった。いや、そりゃそうですよ。まだまだ高木さんの試合見たいですよ。そうなんですよ。だからちょっと今、はい、本当アメリカから帰ってきて、はい、僕毎日練習してますよ。おお、いいこと。今1週間に1回とかだったのが毎日やってます。50肩は大丈夫ですか？50肩でだんだん治ってきたんですよ。まあ、はい、治ってきたので、はい、でもちょっとあの目標としては、うん、DDT フルタイム参戦またしようかな。おお、ちょっと最近はね、あのスポット参戦になってましたけど、そう、はい、フルタイム参戦して、はい、で、まあ、2ヶ月に1回とか、3ヶ月に1回は、うん、アメリカ行こうかな。本当ですか？いや、行きたいなと。いや、うまい、いいんじゃないですか。でもうなんなら、ね、はい、AW だけじゃなくてもいいですよ。はい、あの他の海外のね、他の団体に。はい、あ、行ってもいいですか？ああ、じゃあちょっと、俺見てる方、はい、海外の方、もしあれだったら、高木さんにオファーしてください。なんだろう、キャラクター変えてもいいっすよ。おお、今、この年でキャラクター変える。ああ、もう、コッシュも変えてもいいっすよ。夢が膨らみますね。もう、なんかアメリカに受ける、はい、やっぱちょっと、やっぱりね、黒のショートタイツとか、うん、アメリカだとちょっと上がらない。ああ、なるほど。なんか派手にしようかなと思って。まあ、来年3月にね、はい、ハリウッド大会ありますし。そうですね。うん、まあ、もうちょっとハリウッドで、ちょっとだから、もうちょっとなんか気持ちをちょっと上げてって。はい、まあ、自分もそもそもハリウッドに呼ばれるかどうか分からないですけど。そうなんですね、はい。まだちょっとメンバーが決まってない状態ですからね。はい。だんだん分かんないですけど、はい、まあ、でもちょっととりあえず、あの頑張って、はい、なんかメンバーに選ばれるように。もしメンバーに選ばれなかったとしても、はい、自費で。自費で行って。どうしようかな。別の団体に呼ばれればいいわけですからね。そうですよね。DDT の大会に出るかも。だから、あの、まあ、Book me, please. はい。というわけで、はい、そんなことで、今日はですね、超緊急配信、大社長アメリカ遠征報告会をお送りいたしました。で、高木さん、じゃあ、今後のちょっと AW の関係性について、ちょっと。はい。まあ、あの、ね、竹下幸之助、まあ、あの、日本でいうところの2団体所属という形になりましたけども、まあ、でも本当にその自由度の高い団体ですし、まあ、DDTでもそういう自由な存在だし、まあ、竹下の夢をまずはやっぱ叶えてあげたいなというところで、まあ、今回そのような決断をさせていただきました。なので、あの、本当に、まあ、あの、ご心配なさってる方もいらっしゃると思うんですけども、そこは心配なさらないでほしいのと、あと、やっぱり夢、を持ってその夢をどんどん膨らませていきたいなというのが僕らの仕事でもあるので、やっぱり DDT の選手と AEW の取り組みだったり、 AEW の選手の DDT の取り組みだったり、いろいろ多分生まれてくるかなと思ってますので、そういう部分も含めて、今後も DDT マットをご期待ください。はい、ありがとうございます。というわけで今日の配信以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。